皆さん、エミスケ、あの動画、エミスケです。今回の目的地は、栃木県高根沢温泉スタンド。塗装しましたよ。出発。今ペタン高速を使わずに節約して下道でガンガン行ってます。よし、これから毎週土日を使って、日本全部の温泉を制覇するぞー！おーおーおー！と、ちょっと言い過ぎたかな。各県の温泉を制覇するぞー！おーおーおー！あ、動画だとライトはつかない。よし。やーやーやー。やーやーやー。人生初の宇都宮というところに来ました。これから街を探検してきます。はい、ワンワンはお留守番です。はい、とりあえず宇都宮駅に着きました。後ろに見えるのが宇都宮駅です。街並みはこんな。今日は今日日曜日だけど、あ、今日土曜日っちゅうか、今日土曜日だけど結構人がまばらにいます。結構にぎわってます。じゃあどっか行ってみます。この店、よいしょ、ちょっと読めないけど、この餃子屋さん、餃子なんつんだっけ、餃子屋さんにちょっと面白そうなんで行ってみようと思います。お店の感じは、映ったかわかんないけど、これから初めて宇都宮で餃子を、有名な餃子を食べようと思います。届いたぞ。じゃあアミーゴのみんな、お疲れさん。届きました。じゃじゃーん。宇都宮と言ったら餃子。うおー、早く食べよう。今日はこれからね、栃木県の温泉スタンドに今向かってます。あ、栃木県の温泉スタンドはこれが初めてだね。第1個目の栃木県の温泉スタンドに向かってます。源泉がおそらく70度ぐらいあるっていう情報があるんで、暑く、すごい暑かったらどうしようかなーってちょっと温泉の名前はちょっと忘れちゃった。着いたらお知らせする。あの前に見えるあれかな、なんか温泉施設の中にあるみたいな、元気アップル村みたいなところだったかな。その施設の中に温泉スタンドがあるはず。見えてきたよー。いいね、なんか、よいしょ、これしょ。温泉スタンドはこちらー。よし、よいしょ、はい、よいしょ、着きました。こちらが温泉スタンドだよ。見てみよう。おお、これか、これだ、これ。どんな感じかちょっと見てくるね。あ、10リットル10円です。8時から20時、OK だね。温泉自動販売機、ふうふうふう。あ、ここに成分とかが書いてあるね。あ、高根沢温泉っていう温泉の名前。
68.4 度、かなり高温ですな。よし、まずはともあれ入れてみよう。よし、よ、よし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 、うっちょ、よし。まずは100円で100リットル入れます。スタート、スタート、スタート。よし、見てみよう。コック、オン。あれ、オン。よいしょ、よいしょ。やばい、閉めてなかった。じゃあじゃあ出てるじゃないの。下閉めたよ、仕切れ直しで。コックをオン。あら、もう撮ってますか。この温泉結構ね、勢いがよく、お湯が結構よく出ます、この温泉自販機は。匂いは、うん、あ、いい匂いする。なんだろう、ちょっと油っぽいような匂いの温泉ですね。で、色はね、これは無色透明でしょうか。無色透明だね。ちょっと触ってみようかなって思うけど、もう見るからにすごい熱そうなんだけど、ちょっとこの辺にシャッてやったのを触ってみよう。ああ、熱いよ。熱い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 。これは熱い温泉ですね。あ、そうだそうだ、あそこを見てごらんなさい。溶接したところですよ、新しく溶接したところ。あの溶接は2ヶ月もかかったんだよ、大苦労したんだよ。それがあの証だ、見てみなさい。お、溶接のところに温泉が近寄っていきます。おー、さて果たしてエビスケの溶接はどうなんでしょうか。あ、お湯が向かっていきます。あ、あとこれこれ、綺麗にまた貼り直したんだよ。綺麗になってるでしょ。お湯が近くなってきたのでもう一回触るよ。あっち、結構あっちいな。あ、触れそうで触れない。あっち、あっち。あ、結構サラサラタイプの温泉だね、これ。満タンになりましたのじゃー。にょっ、にょっ。よいしょ。よいしょ。はい、はい、ありがとうございました。よいしょ。はぁ、蓋もしたし、そろそろ入浴ポイントへ向かうぞー。じゃあ、行ってきまーす。その前に、よいしょ。なぜ急いでいるかっていうと、うんちが出たいからです。今、入浴ポイントへ向かう途中、ちょっと寄り道をしてしまいました。見てください、あの滝。なんか気になったんで、ちょっとこの公園に降りてきちゃいました。行ってみましょう。今日はすごいあったかいよ。もう20度くらい？そんなにはないか。もう18度くらいある。あったかい。あ、半袖でも凍まくってても全然寒くないよ。おー、それにしても滝が見えてきてすごいよ。わー。
このすっごい滝はね、龍門の滝、言い方違うかな龍門の滝っていうこのすっごいこの滝言うみたい、落差20メートルって書いてありましたすごいね。あーなんか漏れてる、釜の辺から。見てみよう。ん？どこだ？ここかな？あれ？なにこれ？ピーって漏れてるよ！やばい！あ、温泉出ちゃってる。ほら、ピーって見える？あーもうこれまた直してもらわなきゃだね。古いものだからしょうがないけど。あー釣りからどうした？今温泉がちょっと暑すぎたんでコンビニの方にお水をいただいてます。ちょっと冷まし中北関東栃木県の山あいに湧く元気アップル村高根沢温泉を組んだ絶景お風呂旅。本日の到着地点は清流に育まれた自然と絶景の中川。今日はこちらで入浴です。アミーゴの皆さん、お着替え完了しました。じゃあ早速河原で入ります。
中川が一望でき、地元の人も多く利用する憩いの場。早速温泉号の出番がやってきました。温泉郷からはゆったりと流れる中川の流れを見ることができます。日曜日、今栃木県の那須烏山市に来ています。そしてこの温泉郷さんに入ってるのは高見沢あれの温泉スタンドで温泉施設で入れてきた温泉です。はいはい、温度ですか。はい、ラッコ先生お願いします。ビビ、41ラッコです。ちょうどいい。そしてなんといってもちょっと風が吹いてるけど外があったかい、最高ですね。はい、泉質はジョロラン、色は無色透明かな、少し黄色がかっています。そしてさらっとした温泉、そして匂いはいい匂いがします、温泉のそして温度は入れたばっかりの時は60度ぐらいかな、もうちょっとあったっけ、60度ぐらい、源泉がすごい熱いので60ぐらいあったけど、今やっと冷めてちょうどいい41度で入ってます。はい、アミゴの皆さん見てくれてありがとうございます。このボタンをよろしくお願いします。こっちは押さないでこっちを押してください。あとチャンネル登録もしてない人はよろしくお願いします。温泉の中に水を入れさせてくれたローソンのオーナーさん、ありがとうございます。それと、ここの地域の方々、お邪魔しました。いい場所を提供というか、ありがとうございます。ということで、終わりにします。見てくれてありがとう。バイバーイ。春風に旅心誘われたら、あなたも北関東の人を訪ねてみてはいかがですか？
エミスケファンの方に朗報。特別リマスター版はエミスケ公式ホームページでご案内してます。結構有料動画を買ってくれてくれるゴッドアミーゴさんがかなり増えてます。ありがとうございます。まだゴッドアミーゴについて知らない方はここ説明文下に、ホームページがあるので、そこから、もしよかったら確認してください。ありがとうございます。